さあ今日のお別れの一曲は、そう、あの私がやることにしたんですけどね、うん、覚えてます、私すごく誰かのファンで、うん、あのミネラルウォーターのボトルを持って帰っちゃったのよって、うん、会った後に、うん、その人がね、うん、エブリシングバッツガールのトレシーソーなの、うん、ベン・ワットとトレシーソーに会って、うん、それで彼女が残したそのミネラルウォーターの瓶を私もらって帰っちゃったんだけど、ベン・ワットってエブリシングバッツガールなん、うん、ガールなんだ、え、何母さん知らなかったの、ベン・ワットっていうのは海でさコート着てさ違う違う、いや混乱になってるさ、ノースマリンドライブでしょ、あのアルバム持ってるの、ノースマリンドライブだそれ、海のとこでコート着て立ってるやつよ、あれの何曲目、サムシングドンマザーって知りません、すっごい曲のガットのね、うん、あのボサノバタッチの曲がある、あ今度聴かせてあげる、あ、持ってるんだ、あの人、そうなんだ、そう、あの人とトレーシー・ソーンが2人でユニット組んで、あの後、ああ、そう、あのそれでエブリシング・バッツ・ア・ガールっていうバンドができたので、そのバンドがね、私宇宙一好きなの、宇宙一ね、宇宙一好きなので会えちゃって、うん、で嬉しくて、うん、でも持って帰っちゃったんですけどね、ミネラルウォーターの瓶持って帰ってきたね、そう、で、うん、まあとにかく好きなんですけど、うん、で好きなので彼らのね、その曲はね、うん、曲を1曲歌いたいなと、はい、何、じゃあエプロン・ストリングを、はい、今日はお届けします。聞きながらお別れです。さよなら。じゃあまた明日。April Street